こんにちは、今ひろしです。はい、そしたらですね、今回は、この三角関数の問題を解説したいと思います。y イコール2サイン2乗シータプラス4サイン2シータコサイン2シータプラス6コサイン2乗シータ、英語だらけですね。範囲が、0から、π の、最大最小を求めて、その時の x の値を求めよう、こういうことになっています。さて、皆さんはこの式を見て、どんなことを思ったでしょうか。見た瞬間に、例えばサイン2乗シータとコサイン2乗シータというものが2つありますから、こんなのありましたね。サイン、コサインに省略しますけど、 SC で省略しますけれども、こんなのがありましたね。三角比の相互関係ってやつです。高校1年生の頃に皆さんに習いましたね。でこれ使えるかと思うんですが、よく見ると係数が2と6で違う。したがってこの公式は使えない。はい、ですから皆さんが高校1年生の時に習った三角比の相互関係は使えないとなれば、数学2の範囲の何かの公式を浮かばせるしかないんですね。でそこで、じゃあサインの2乗やコサインの2乗が入っていた公式なんかなかったっけなと思い出すと、皆さんは2倍角の公式、これを思い出すはずです。やりましたで、中2倍角の公式ですね。でその中にこいつが含まれるものがあったかなと思い出すと、ありました。このやつですね。はい、思い出してください。はい、コサイン2シータっていうのはイコール、コサイン2乗シータ、コサイン2乗シータマイナス、サイン2乗シータでしたね。でもさすがにそれを使うと三角比が、多くなってしまうので、それを変形したやつを使えばいい。したがって、これだったり、あるいは、こんなのを使っていけばいいということになるわけですね。そしてあとは、こいつが、ここと近いわけですから、変形をすることによって上の式に近づければいい。そうすると、この上側については、こことここが全く同じですから、移行してやれば、こうなるわけですね。それに対して下に関しては、ここ2と6で係数違いますから、両辺を3倍するんですね。そうすると、こうなって、マイナス1左に移行して3倍ですから、こうなるわけですね。さて、おかげでこれとこれに関してはこことここに代入すればいい、こういうことになるわけです。さて、残ったこいつですが、もちろん皆さんこれを思い浮かばせない手はないですね。サイン2シータイコール2サインシータコサインシータでしたから、これの両辺を2倍してあげればこれに近づくわけですね。そうすると、こうなるわけです。はい、あとは代入して、全部足していけばいいわけですね。代入するわけです。でどうせ足すわけですから、これ上下に縦に足してあげればいいわけですね。そうすると、ここに係数が2つありますので足して4、そして、ここにも同類項が2つありますので足して2コサインシータ、ですから、結果的に、こうなるわけですね。これ2と2が共通因数ですから、くくってあげれば、あ、これぞ2シータでしたね。こうなるわけです。よい。さて、ここ見て何か思いませんかね。思ったね。あはーん、合成。三角関数の、後ろの方のページに出てくる、合成、これを思い出したかどうかです。
サインなんとかタスコサインなんとか取れてきて、そこの前に係数がついていて、まあ、どんな係数になっていても使えるやつがありました。これが合成でしたね。ここの中の角度は同じでないといけない、こういうことです。それを使ってあげれば、今回ここの係数が1で角度が 2θ、となっていますが、係数が1なので1カンマ1を取ってここですね。で角度を考えると4分の π、ここの長さがルート2ですから、ここの部分が考えられるわけです。ここまでよろしい？ここの部分に対して三角関数の合成を使ってルート2サイン 2θ プラス 4分の π、 サインとコサインというふうに2つある三角比というのを1つのサインという三角比に合わせてしまうから合成なわけですね。さて、あとはいつも通りの三角比の最大最小だと思ってやればいいわけです。θ の範囲が今回問題文に書いてあった通り、0度から180度なわけですから、これを変形してこの中にある 2θ プラス4分の π の範囲を出してあげればいいですね。そうするとよく聞いてね、2倍して4分の π 足すわけですから、まず0を2倍して4分の π 足して4分の π、 そしてこの θ はこの赤になるわけですね。π は2倍すると2倍で、4分の π 足してあげれば2足す4分の1ですから4分の 9π、 こうなるわけです。ですので、この赤枠の範囲が45度から4分の 9π ですので、360に45度を足した角度、つまり405度になるわけです。さて、はい、じゃあそれを踏まえてあげればここの範囲が出ますね。下の方になるぞ。ここからここは結局一周分ですから、45度から始まってぐるっと回って405度で一周ですから、結局 y 座標の範囲っていうのはマイナス1から1、こうなるわけです。ここまで良い。で、ここの形に持っていくためにはこの式の両辺を2ルート2倍し4足す必要があるわけですね。ですからまずこれ2ルート2倍して4足すわけですから、マイナス2ルート2プラス4、こうなるわけです。見えますかね。で、この式は2ルート2倍して4足してあげればこれ全体になるわけですから、これというのは結局イコールイコールで y と同じですね。もう一度だけ、これというのはイコールで遡っていくと y と同じですから、なのでここが y になって、で、こいつを2ルート2倍して4足すわけですから2ルート2プラス4、というふうになって、最大と最小値が分かったわけですね。2ルート2プラス4が最大、マイナス2ルート2プラス4が、最小、こういうことになるわけです。あとは問題文にその時の x の値を求めよう、こういう指示が出ていましたから、それを踏まえてあげれば、まず最大値に関しては sin 2θ プラス4分の π が1の時の θ ですね。あ、ごめんなさい、ここ x じゃなくて θ でした。はい、そうすると、こいつがイコール1の時ですから、考えてみれば簡単ですね。1の時ということは単位円書いた時、単位円書けますね。分からない人のためにね、みんなの大好きな単位円で中ここの位置になるわけですから、そうすると 2θ プラス4分の π が90度の時ですね。90度っていうのは180度の半分ですから2分の π ですね。はい、ですのでこれ計算してあげれば 2θ がイコール
4分の 2π 引く4分の π で4分の π ですから、θ が両辺2分の1倍すれば8分の π となりますね。ですから最大値の時の θ は8分の π となり、じゃあ最小値の θ はというと、ちょっと消えちゃったんですね、これイコールこれの時なわけですね。マイナス1の時ということは、単円上で言うとここにいる時ですから、角度がここの角度が270度ですなわち2分の 3π の時、こういうことになるわけです。ですから計算してあげれば 2θ イコール、4分の 6π 引く4分の π ですから4分の 5π、そして両辺に2分の1かけてあげれば 4×2 で8なので8分の 5π となるわけです。さあ、では回答をまとめていきますよ。はい、答え、アンサー、いいですか。一応ここではマックスミニマムって書いたけれども、問題文には最大値最小値と書いてあるので、チャラチャラしたことはせずに素直に問題文通りに、最大値は2ルート2プラス4、そしてその後ろに括弧空きでその時の x の範囲を変えて、θ の範囲を変えていけばよいでしょう。θ イコール8分の π、 そして今度最小値は、ね、チャラチャラしないの、ちゃんと書くの、最小値面倒くさがらずにちゃんと書く人は伸びますよね、がマイナスの2ルート2プラス4、この時の θ が8分の 5π、こうなるんですね。以上が、この問題の答えになります。振り返ってみましょう。結局やってることっていうのは、教科書に載ってるもう本当に基本、本当に基本の公式を使ってそれをミルフィールのように積み重ねていって答えを出す、それだけです。まず最初に、2倍角の公式を使おうと思いつき、ね、三角比の相互関係は使えないからというそこの判断も含めて、で2倍角を使うというふうに判断し、それをそのまま適用して式を変形してこれに近づけていく、そして代入して、その後サインとコサイン2つある状態ですが角度が同じなので合成を使おうという発想になり、合成を使っていけばいつも通りの教科書の点検問題に戻せる、こういう解き方で解くわけですね。ということで、基本に忠実に、いい、本当にできない人っていうのは基礎を軽視している、基本を軽視せずに教科書に載っている基本的なレベルの公式を踏まえ、基本例題のレベルを踏まえ、それを適用して組み合わせていって解いていけば難関大学の問題も難しくない。よく言えるんですね、こういう問題が出るだけでそんなに簡単なわけはないだろう、いやもっと難しい、騙されちゃいけない、そんなこと全くないわけですね。ぜひ基礎を積み重ねていって、正解にたどり着けるように訓練していただきたいと思います。それでは今日の授業はここまでにしましょう。